説明しよう。ストグラとは仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。もしもし、こちら犯罪者どうした。今から2、30分後ぐらいに、うん、あの客船が鳴ると思うんですが、うんうん、あの客船にいる犯人たちは絶対に発砲しないので、うん、一旦後方から普通に入ってきてもらっていいですか。了解。オッケー、今ちょっとパタパタしてっから、うん、あのまだ全然時間はあるから。そうだな、今日これが落ち着いたらじゃあ共有するよ。うん、了解。回収多分終わりだ、ザウルス。田舎が着替えた方がいい。ツン、いや、ツンがね、死んでる、ツンが死んでる。ちょっとまだ準備できてなくて、ちょっと待ってほしい、ザウルス。うん、はい、ちょっと待って、これ、うん、起こしてよ。ごめん、ちょっと俺、行ってくる。はい、アテファクト。はい、はい、いってらっしゃい。警察、一旦帰ってザウルスから、ゆっくりでいいザウルスよ。ね、一旦アーティファクト対応で3人だけ残ってる。じゃあ、こっちほぼ準備完了なので、客船の入り口まで連れてきていいっすよ。丸見えザウルス、大丈夫。なんか待ってくれるんなら警察いっぱい連れてきたいから、またマスクつけ て、まあ、ててあー、じゃあ待ってる、じゃあ待ってる、じゃあ待ってる。今日はあれ、名前は別に名前どうせ見えないザウルス。はい、じゃあ全ザウルス、こっちを向くザウルス。あー、みんな超いい感じザウルス、それ。はい、こっち向いて。ラウル、はい、はい、じゃあ、行きますよ。いい笑顔だよ。はい、ザウルス。もう一枚撮るね。はい、行くよ。はい、ザウルス。ザウルス。ザウルス。誕生日おめでとうございます。ザウルスが代わりにおめでとう、ありがとうって言っとくザウルス。かわいいな、これ。これ、超かわいい。首かしげてて。これ、犯罪現場ま？ねえ、待って、これ、かわいすぎ？ちなみに、これもあるザウルス。見て、見て。では、何が起きてる？ザウルス、ザウルス。ザウルス。では、ザウルス、静粛に。ザウルス、全員、こっち向いて。はい、ザウルス。ザウルス。今回の銀行強盗はですね、銀行強盗ではないです。すいません。銀行ではないな。すいません。なんだ、大型だぞ。今回の客船強盗はですね、ザウルスヘイストでございます。まあルールを説明しましょう。つまり、ザウルス。これからこの客船の中には合計12体のザウルスが散らばります。はい。皆さんにはこのザウルスをテイムしていただきます。テイムというのは仲間にするという意味ですね。ザウルスをテイムする方法は、ザウルスに近づいて、この子元祖ツンザウルスって言うんですけど、元祖ツンザウルステイムしますと、テイムしたい意思を伝えてあげてください。そしたら、ザウルスから問題が出されます。例えば、日本で一番高い山は何ザウルスと。そしたら、まあ、例えばエベレストって答えたら間違いなので、このザウルスはテイムできません。警察のみんなで考えて答えを、上げてください。で、まあ、正解した場合、このツンザウルスは僕の味方になります、仲間になります、後をついてきます。こうやってね、ちょこちょこちょこザウ、はいはい、ザウ、まあ、ちょっと一歩引いた位置でね、見てくれてるんでね。最終的に今いろんなザウルスがいるんですが、警察にテイムされた恐竜は青色のザウルスへ、僕にテイムされたザウルスは、紫のザウルスに変貌を遂げ、最終的にあの砂浜で紫と青色のザウルスでわーってぶつかって殴り合いさせます。最後あら締め、あら、なるほど、なるほどね。で、最後まで立っていた色のザウルスの陣営の勝利でございます。ということで、今からザウルスはこの客船の中に散らばります。ザウルス散らばれー、はいはい、いけー、ザウルス、ザウルス、かわいい。逃げ遅れそうだ。まあみんなで動いて考えて答えてあげてください。何回でも答えます。客船2番で。相手がテイムしたのは奪い取れない。取れません。はい。お前ら行くぞ。行けるか。見えてるぞ。いや、後で話そう。もうすでに青いぞ。よーし。見えるぞ。ではザルスヘイスト開始。さあお前ら探し逃げ。行こう。みんな行こう。いた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 。
これは何ザウルスだ。ユリザウルス。ザウルス。ユリザウルス。じゃあちょっと問題をくれ。テイムするぞ。はい、問題ザウルス。緊急時に発する SOS は何かの略語ザウルス。あー、 SOS っていや、SOS って略語じゃないはずなんですよ、僕の記憶だと。略語じゃありません。じゃあ何？そこまで答えなきゃ正解じゃないぞ。じゃあ何？トン通信号。あの、なんだっけあれ。完璧ザウルス。え、あれごめん、なんだっけ。おー、あれ、なんか正解だけど、なんだっけあれ。モール信号だ。モール信号だ。オッケー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 。1ザウルスゲット、1ザウルスゲットだ。やばい、下から行ったらまずかったな。あ、よしよしよし。テイムするぞ。何ザウルスだ、見えないけど。ももちゃんザウルス。ももちゃんザウルスザウルス。テイムしたいです。はい。でで音楽で使うドレミファソラシは何語ザウルス。あ、ドレミファソラシはあれフランス。違うザウルス。スペイン語。違うザウルス。イタリア語。そうザウルス。あ、よっしゃ来た、よっしゃ来た、来た。カズーちゃん当たる。カズーちゃん当たるんだ。食感わかんない。よし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 。ジョーザウルス、テイムスルザウルス。来たザウルスね。問題ザウルス。うん。天王山で戦ったのは誰と誰ザウルスか。ちょっと待って、ちょっと待って。秀吉と家康。ブブーザウルス。秀吉と毘沙門天、上杉謙信。ブブーザウルス。秀吉と、秀吉なの覚えてんだよ。秀吉と石田三成。ブブーザウルス。秀吉と、秀吉と武田信玄、武田信玄。ブブーザウルス。むずいかなこれ、もしかして。むずい。一回忘れよこいつのこと。いや待ってよ、でもちょっと待って。警察空いたザウルスよ。くそくそ、ちょっと待って、ちょっと待って。天王山で戦ったのは誰と誰ザウルスか。分かんねえよそんなの。天王山の戦いでしょ。明智光秀と、あ、違う違う、間違えた。秀吉と、秀吉軍と明智光秀軍。ファイナルアンサーザウルスか。じゃあお願いします、一旦。正解ザウルス。なすごい。正解のために頑張るザウルス。歴史好き。じゃあこっちの、こっちのザウルスから。あザウルス。これだる、これ登れないんだけど。そっち行くザウルス。痛いよ。 ありがとう。何何。では問題ザウルス。はい。七福神の一人の大黒様は大きな袋を持っていますが、その袋の中身は何ザウルス。夢と希望。大きいに黒いとか。なんか正解にしてもいい気がするザウルス。答え言っていいザウルス。みんなの願い事ザウルス。ああ、まあ、うん、ほぼ夢と希望ザウルス。じゃあいいんじゃないか。お前難しいこと出すね。夢と希望さって言いたかったザウルス。ちょっと戻れない戻れない、やばいやばい、戻れない。こっちザウルス、こっちザウルス。よし、じゃあこのザウルス、テイムするザウルス。辛さの値は何々値という。辛さの値なんか分かるわけないだろ。分かる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 。いや、こんなん分かるわけない、これ無視だ無視。エロザウルスをテイムするザウルス。じゃあ問題、じゃじゃん。性的にいやらしい様を表現するエッチの語源は。なんかエロエロっぽいね。いや、そ、あの、違います。これ見つけたのジョーカーです。ちなみにこれはあの、もともと実はエッチって英語じゃなくて日本語から派生したものであって、変態のローマ字表記の H から来てるんですね。正解。はい、これは知ってました。エッチな豆知識は任せろ。レレザウルスをテムスルザウルス。耳かきのふさふさの部分の名前は。タンポポ。ブー。いや、ちょっとわからん。じゃこれパスだな。警察に任せろこれ。わからん。いるぞ。耳かきのふさふさの部分の名前は。わかります俺。これわかります。これ ASMR よく聞くから、これボンテン。すげえ。すげえ。来るから。あ、これお前どんな ASMR 聞いてんだ。なんだよそれ。ASMR よく聞いてる。マジか。美人が ASMR 聞いてんじゃないのかお前。ありがとうございます。一瞬ですこんなの。やばい。社長ザウルス、社長ザウルス、テイムしないとまずい。
ちょ、もう一回、別のやつないんすか、別のやつ。うん、別のやつ。うん、別のやつがいい。味の五大味覚、五味、甘味、上であと一匹残ってます。塩味、酸味、あと二つは、苦味と旨味。お、正解。はい。ピンポンピンポンピンポン。これはさすがにわかる。社長テイムされた。終わった？ジャグジー集合。うわあ、ちょっとこれ俺どうだ、これ足りてない可能性あるな。浜川に紫溜まるザウルス。向こう7人。いや、やばいザウルス、これ人数差出たザウルス。7ザウルスだ。あの砂浜に移動するザウルス。紫ザウルス。泳ぎザウルス、泳ぎ方知らないザウルス。あ、じゃあ乗ってけ。泳ぎ方知らないザウルス。かわいい。すごいちゃんとさ泳いでる。かわいい。お先。なんか目の前にキモ。お先失礼しますザウルス。うわー、これ5対6、7か、やばいな。ちなみにこれあれですよ、我々が負けたら全検挙ですからね。そうなの。けどみんな本気でやるってことだもんね。ちゃんと警察側のザウルスも本気で殴りに来るんでね。本当検挙していいんだこれ。全員検挙なんだ。よし、じゃあ紫集合。じゃあここら辺で横一列並べ。ザウルス、過去メスが多いな、大丈夫かな。まずい。5分の3メスザウルス。よし、混戦を狙え。ザウルスの攻撃がザウルスにも当たるから、青にも当たるからな。青はそう、中に入ってってもみくちゃにしろ。じゃあ出前で取っといたな。パルクールはなしだぞ。パルクールと黒線はなしだぞ。スライディングはなしザウルスね。スライディングはもうなしで、消えちゃうからな。準備はいいか。ザウルス、よし、よーい、ザウルス。フォーカス合ってないよ。ガンクショットガンク。その君たち、はい、君たちは警察署でもいいザルスか？負けたザルス。じゃあ、青色のザウルスを持ち帰ってください。わかった。
これ何がおもろいって、ちゃんとこれガチで負けたんでしょ。ガチで負けたザウルス。ガチで負けたんや。思った以上に届かないじゃん。いや、なんかいじけんだよ、マジで。しかもさ、こぼしプレイかぶってんの見えねえから、よけんのクソ無事。連れてかれた。よし、じゃあみんなありがとうな。こちらこそ。積まれます、多分。結構時間かかっちゃってない。お疲れ様、ありがとう。はい。はい、もうなんか入んないし。じゃあちゃんと餌あげてね、ザウルスにね、青色のやつね。しっかり飼うザウルス。しっかり飼うザウルス。